ヨーロッパの、気候変動周りのイノベーションを司る、もともと国連とか推し講してただけあってですね。スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組は変化さんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。いつもお世話になっております。今回からはですね、横見ていただいたら、知っていただいている方はいらっしゃるかとは思うんですけれども、リアルテックホールディングス株式会社取締役社長の藤井さんにご出演をいただいておりますので、藤井さん今回からよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕自身、今まで過去に100から150 VC の方インタビューもしてきておりますので、さすがに初めましての方も撮影していらっしゃるんですけれども、ご多分に漏れず、藤井さんも僕はちょっと今回が初めましてでして、お名刺交換すると、お名前にビルヘルムって入ってらっしゃったかと思うんですけれども、今回まず1本目は藤井さんの自己紹介のパートでもありますので、もともと海外出自とかでいらっしゃるんですか？そうですね、私スイス人と日本人のハーフで、スイス生まれスイス育ちですね。はい。いつぐらいから日本にはいらっしゃって？日本に初めて来たのが高3の時ですね。今回で自己紹介で、今までの職歴とかもお伺いしていくことになると思うんですけれども、もともとその新卒から VC というか、どういうキャリアで学生時代から含めてなんか始まっていらっしゃるんですか？もともと大学が政治経済学部、早稲田の政治経済、その後に、東大の方の大学院に行って、新卒で、スイスの方に実は戻っていて、ね、向こうで就活をして、ヨーロッパの、気候変動周りのイノベーションを司る機関ですねに入社をしているのが、最初のキャリアのスタートですね。それはもともと国際政治経済学部でいうと、なんかあんまり違和感も僕自身はなかったりするんですけど、学生時代からどういう思い持ってまたスイス戻られて、そういう事業会社入っていこうと思われたんですか？かなり遡ってしまうんですけども、母親がスイス人なんですけれども、やっぱりスイスでこの顔立ちなんで、やっぱりいろんな人種差別とかあったりですね、そもそも家庭がそんなに裕福ではなかったんですけども、結構母親から、いや自分よりもさらにその苦しんでいる人たちがたくさんいるみたいな話を結構ちっちゃい頃からずっと聞かされてですね、でも中学校ぐらいの時にはすでにその人が生まれた場所とか時代によってこう受けれる恩恵をなるべく平等にしたいと、そういう世界作りたいなっていうのがずっと根底にあって、でそれを政治とか経済の仕組み作りによって、変えようって言ったのが、最初のスタートで、政治経済を勉強しようっていうところでそこに入ったら、今度はやっぱりその環境問題と貧困問題みたいなところがすごく複雑に混ざり合ってるというところで、それを両方解決しないと今の世界というのは破綻するというところで、大学院はそのどちらかというと途上国の自然資源管理みたいなことを勉強して、その流れでいくとやっぱり国連とか世銀とか、そういったところに行こうということになるんですけれども、こういろいろお話聞いてる中で、そことのスピード感とか、果たしてその政治とか経済だけでいいのかみたいなところがあって、やっぱりもう少しそのイノベーション寄りのその施策とか政策に関われるところに入りたいっていうので、最初は半官半民機関で、気候変動のイノベーションを司る機関に、入社したという経緯があります。ちなみにその中ではどういうお仕事を具体的にはされていらっしゃったか？日本でいうと経営企画部的なポジションで、基本的に何でもやるっていうところなんですけども、実はそのスタートで入社しているのがインターンでですね、やっぱ海外の就活すごく大変なところで、インターンから入って自分で、ポジションを作って、たまたまその上司の方がすごく気に入っていただいて、そこからこうポジションを作ってくださって、経営企画的なところから入って、ちょうど会社がもともと完全に官だったところから民に行くっていうところで、6社がこう MA 一緒にマージするみたいなプロジェクトをこうやって、じゃあ次の戦略どうするのかっていうことを考えたり、その中で組織を作っていくみたいなプロジェクトに関わっていたのが最初ですね。そこでこういろんなスタートアップとか助成金を出していたので、そこの評価とか、あるいはその環境インパクトのアセスメントみたいなことをやっていたというところです。小さな頃からきちんと思いというか背景持たれて、新卒と言うべきなのか分からないですけど、キャリアのファーストステップから、それに近しいところ
にコミットメントされてたのかなと思うんですけど、前職でなんかできてたこととできてなかったことって何かあられたんですか、その思いに対して。できてたことといえば、まあ、この界隈というかこのチャンネルをきっと皆さん聞いてる皆さんだと知ってる方もいるかもしれませんけど、はいはい、リリウムっていうエアモビリティ、完全な電動化したエアモビリティでは、まあ、かなりグローバルのリーダーだったり、クライムワークスという大気中から CO2 をこう吸い込むみたいなところでリーディングカンパニー、まあ、そういったスタートアップに投資というか助成金をこう出すっていうことはたくさんできたんですけれども、はいはい、すごく違和感だったのが、1円助成金を出して 1.5 円ないしは2円かけてその助成金の使い方が正しいのかみたいなことを分析しないといけないと。はいはい、で、まあ、これは皆さんの税金を使ってたところが大きかったので、まあ、そういうことをせざるを得なかったんですけども、果たしてそれでスピード感としても気候変動とか非常にその差し迫っている課題に対して間に合うのかというところだったり、ここで果たして本当にインパクトを生み出せるのかっていうことをすごくそのモヤモヤしてたっていうところで、はいはい、まあ、そこがこうできなかった部分であり、転職を最終的には決めたという部分ですね。スタートアップ投資 TV、 ここからはスタートアップの成長に必要な人材と投資家をつなぐゲートとして、スタートアップ企業さんと事業会社さんの両面をサポートするソーシングブラザーズさんの提供でお送りいたします。そうなってくると、さっき、まあ、国連みたいなキーワードもありつつ、スイスでキャリアを、まあ、しかもご自身できちんと、まあ、ポジション作りながら入っていかれたってことは、なおさら日本を、まあ、そもそも、まあ、なんで選ぶことになって、まあ、なんかその国で選んでいったのか、その、まあ、リアルテックホールディングスっていうところの、まあ、取り組みで選んでいくことになったのか、次のそのキャリアステップってどういうふうに決まっていかれたんですか。これは極めてプライベートな理由で、はいはいはい、今、まあ、結婚している妻が、まあ、もともと向こうでスイスの方で出会った方なんですけれども、日本に帰国するというタイミングがあって、それについてきたというのが日本に移住したというか、きっかけですね。でそこから1年くらい遠隔で前 の会社と、はい、まあ、フリーでその契約して働いてたんですけども、やっぱりその違和感が消えず転職しようかというところで、たまたまフォースタートアップスというエージェントの方に紹介いただいたのがリアルテックホールディングスだったというところですね。はい、当時 のリアルテックホールディングスさん、今の取り組みって、まあ、多少の前後はあるとは思うんですけれども、はい、藤井さんとしてはなんかどういうところで一番選ばれたというか、ここで何を一番していこうかなって思われて入られていらっしゃった。もともと国連とか、はい、志向してただけあってですね、金融というものはこう悪いものだというか、うん、なんとかそれを是正、今歪んでいる市場を是正するためにどうしたらいいかみたいなことをすごくこう考えてたんですけれども、うん、まあ、なのでですね、金融というキャリアは全然入ってなかった、はい、ところをふと紹介されて、最初はあんまり興味なかったんですけども、会社をもともと作った2人 の記事なんか読んでて、資本主義のその在り方を変えていきたいみたいな記事がすごく個人的に刺さってですね、ただ投資するのではなく、そもそものお金の流れを変えたいとか、その中で社会課題を変えていきたいっていうところ、スタートアップっていうすごく強いパワーを持ったツールと言い方がいいか分かんないです、うん、アプローチで世界を変えていくっていうところ、うん、まあ面白いなと単純に思って、まあ、飛び込んだというところがスタートですね。はい、ベンチャーキャピタル界隈というところ自体が選択肢だったというよりかは、本当にリアルテックホールディングさん、はい、リアルテックファンドさんにっていうような感じだった。そうですね、もともとこういうこっちじゃなかったら、まあ、コンサルに行って、はいはい、ビジネススキルを身につけてスタートアップ側だったり事業会社側に行こうと思っていたので、もう全く入っていなかったですね。リアルテックホールディングスさん、リアルテックファンドさんのお取り組みについては第2弾の動画でまたお伺いをしてまいりますが、ご経歴とか拝見していると、今でいうと役職で取締役社長をやっていらっしゃるじゃないですか。入社されて割とすぐにそういうポジションに就かれるっていうのはあんまりないのかなと思うんですけど、どういう変遷を経てというか、 なんで今取締役社長として やれていらっしゃるというか、やっていらっしゃることになった、はい、私も当時入社して1年ぐらいで、入社歴で言っても一番若くて、はいはい、年齢で言っても下から2番目とか、まあ、そんな感じなんですけども、はいはいはい、ある日突然お前社長やらないかって言われたのがきっかけというかっていうのが正直なところで、はいはい、ちょうどその時ですね、2020年ですかね、うん、の初頭ぐらいに、やっぱり日本国内だけじゃなくて海外に出ていこうというところの戦略の流れがあった中で、まあ、なかなかその日本と海外両方経験しながら、ミッションとかを目指しているビジョンにフィットをここまでしている人がなかなか、まあ、いなかったというか、そこをこう買ってもらったっていう部分がきっとあったのかなとは
旗から見て思いますけども、個人としてはなんで急にとは思いましたよね。で2回断って3回目で、あ、やっぱり自分がやるしかないと思ってですね、はい、受けたというところですね。今藤井さんご自身はリアルテックファンドの中でいうとフロントでキャピタリスト業務みたいなものをメインでやってるわけではない。それはメインではないですね、今のところ。まあもちろんその自分の投資担当先というのは3社、海外に2社、日本で1社担当させていただいてるんですけれども、そこというよりは全体として組織どう強くしていくのかですとか、海外に展開していく上でどういうパートナーシップを結んでいくのかとか、もちろんそのファンドレイズだったりそういう活動にはすごく関わっているというところですね。ありがとうございます。改めて第2弾の動画でちょっと重ねてになりますが、藤井さんが今率いていらっしゃるというか引っ張っていらっしゃるリアルテックホールディングスさんファンドについてまたお話を伺ってまいりたいと思っておりますので、ぜひ第2弾もよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。第2弾の動画もですね、またぜひ ご覧いただければなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思っております。それでは皆さん次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。スタートアップ投資 TV 視聴者の皆さんで資金調達に関する相談をしたい、もしくはスタートアップ企業へ出資協業をしたいという方は、動画概要欄から LINE 公式アカウントに登録いただくと日程調整情報やその他限定情報も配信していますので、ぜひこちらからご相談ください。